ここからは、深野さんのテーマ解説です。今日のテーマですが、その後の老後資金二千万円問題。そういえば、聞きません。そうですよね。はい、まあ、ね、今日はちょっと日経金均株価とか、いありますけども。まあ、これは需給の範囲という形で、あえてちょっとですね。変化球を投げてみようかなと。はい、まあ、今、海野さんがですね、聞きませんとおっしゃるんですけども。まあ、ちょうどこの老後資金二千万円問題、今が四年前なんですよ。 2019, 2019年ですか。そう、はい、19年の時にですね、まあ金融庁がですね、大々的なレポートを出して物議を醸し出したと、うん、ですね。まあですね、人によってはですね、金融庁の炎上商法だと。 なぜ、ねまあ、かというとです、ね、2020年以降、実は若年層が、証券会社の口座開設で非常に増えてるんですね、えー、まあそこにやっぱり一石を投じたという意味で、はい、炎上証拠だという形になりましたけれども、ちょっとです、ね、その後はが本当に報じられてないじゃないですか、確かにそれで,です、ね、あえてちょっとです、ね、それをやってみたいなという形で、今日取り上げさせていただきましたでは具体的にま実はです,、ね、あのですね、老後資金2000万円問題、あの元になるというのが、ちょっと小さいですけど、総務省の家計調査報告、これ、毎年出てるんですよ。えー、まあこれ実は、ね、過去10年分 これ赤で囲んでる部分があの2,000万円問題の元になった数字なんですね。まあ簡単に言いますと実収入が20万9,198円あって実質支出が26万3,717円ありますよ。はい、で差額が5万4,519円 ×12、はい、で老後をあのレポートでは65歳から95歳までの30年間すると、うん、30倍すると1,962万6,840円になって。 まあですね、数字丸めて2000万円確かに2000万円足りないということにはなります,なりますね、はい、でもこれ2017年のデータですよねでそもそもあのデータが出た時っていうのは実はもう2018年のデータも出れたんですよ、ね、ああなんなら1500万円問題でもよかったかもしれないんですか場合にね、はい、でも少し振り返ってみると過去10年の間ではもう例えば2015年とか2243万円ぐらいぶれますね <laughs> そうでさらにですね、まあ、コロナ禍ですから確かに20年以降はね20年なんか黒字になっちゃって それも老後心配いりませんっていう数字になってますまあ正常化のときは少しずつまた不足なんですけど要は何が言いたいかっていうと、はい、これを見てお分かりの通り過去10年でもこんだけ数字がばらけてう例えばコロナ以降を外したとしても、はい、こんなに数字がばらけてたんですよ、うん、だから要はもう調査する年によって全くこの数字って違っちゃうっていうねあまり意味がなかったんですかそうおっしゃると,おっしゃると,ですと私は個人的に思ってます、うん、ただし一方ではですねこの,あの数字が出た以降もう 2,000万円じゃとても足りないはいは2,000万円多すぎる、ええ、あとはもう一つはそれこそ足りない以外で2,000万円って少なくないまあ足りないっていう人ね、ええ、結構いるんですけどもそ,、まあ、それってやはり老後にどういうふうにお金を使うかによって違ってきますよね,ちねでちょうどですね、まあ、そのじゃあ老後2人以上世帯の各の内訳っていうの、はい、これをちょっとですね見てみたいと思いますね。はい これは,これはです、ね、2022年、昨年のいわゆる65歳以上の高齢無職世帯の人たちですね、えー、向かって左がこちらの方が2人以上世帯でこちらが単身世帯、まあ、こういう内訳をいろいろ使っているとちょっとです、ね、雑費とかで、ね、その他これまとめちゃっているとれはもうのは元のデータが大体まとまっちゃっているのでしょうがないんですけどもこれ見てですすね野さんどのあに注目します、えー、食費6万円単身で3万円、うん、まあこれぐらいだなという感じですね。うん 住居が一万五千と一万二千円ですから、ちょっと少ないですよね。そうですね。おっしゃる通りですね。住居費、まあその金額ベースよりもそのですね、支出全体です、ね、占める総の割合を見てもらったんですよ。ああ、大体その私たち世代で家賃を払っていると、はいえー、収入の二十パーセントとか三十パーセントとかそれくらいいきますよね、うん。例えば住宅ローンの返済なんかでもですね、はいえー、収入の例えば二十五パーセント以内を抑えましょうとか、えー、まあいないですからもちろんで一桁っていう人もいるでしょうけども、でもやっぱりですね今。 さんおっしゃった通り、二、うん、桁、まあ、十数パーセントいくのは当たり前なんですよ。うん、でも、これ見ると、お分かりの通り、支出は単身だろうが、要はです、ね、その夫婦だろうが。一割のミステラということなんですよ。家持ってらっしゃるってこと。でまあ、簡単に言うそ、そね持ち入り率が高い、ので、抑えられている。ただあの。はい。ローンを。 あのアサイクスプレスのディレクターが話しましたけど、はいはい、70を超えても払わなきゃいけないんだろうなってもちろんこれは平均値なのでねおっしゃるといますけど、はい、実はです、ね、住宅ローンのえ大体今平均の関西の年齢って73くらいまで,ああそうですか。か逆に言うともう65今はもう65まで働くのが当たり前になったって言です、はいでまれ、あ、て65を例えば基準にすると、うんね、この部分が大きければ当然ながら支出が増え ですねえー、要するにこの差額が大きくなっちゃうし、うん、やはりこれが多い住居費が結構大きく小さくです、ね、全体で占めると抑えられてるからこれぐらいの支出で占めてるっていうのを言えるんですよ。あだけ影響が大きいおっしゃるだから要はです、ね、あともう一つがどこに住むかっていうのか ここれはもうさっきっき持ち家ってことですよね例えば借りるっていう前提だったも、はい、例えば都内に住むのか地方に住むのかっていう形だったも数万円家賃は違いますよね。ねそれがねかける12のかける30だったらやっぱり数百万の差になっちゃうというわけですから,、えー、からやっぱりある面ではですね住宅老後の生活費っていうのは抑えるっていうんだったら住居費あたりをどうコントロールしていくかっていうのが鍵になって、はいくとそれともう一つですね先ほどの2000万円のデータにはですねいろいろ突っ込みとかなんですけども。 あとまあその前にですねよく言われるのが老後って年を重ねるほどお金って使いませんかかりませんそれはあの例えば病院に行ったりとかちょっとあの私を使ってみたりとかそういういことですかねそれは一理正しいんですけどもでもいろいろ見ると実はですね逆なんですよこれどういうことかっていうとそれ先ほど言ったように60代以降のこれお金の使い方のイメージっていうのは60代70代80代要するに年を重ねるほどこうやって大きくなりますよ金額が大きくないですよ。でも実際には その逆。ああ<ー>。六十代、七十代、八十代。で、もちろん、大病するとかね、大き、はい会社とか、それは別ですけども、そういうことを考えなければ、うん、普通に生活している関係しては。実は、年を重ねるほど、お金って使わないんですよ。どういうことですか。これはちょっとですね、データを出て,みて、見てみますよね。はい。これ、実はですね、じゃ、高齢無職世帯の消費消費と。まあ、実際の収入と消費。これ、残念ながらですね。ええー、五歳刻みで、出ているんですけども、七十五歳以上、ちょっと細かくも。うん 一袋にまとめられちゃってるんですね。えー、でこれ見てるみると、えっ、ー、と上の赤い方が支出です。はい。そうすると60から69の5年間、これで32万ちょっと。うん、で70から74だと28万。これ約4万近く減ってますよ、ね。そうですね。で75以降になると25万。ええー。つまり60ゴールから7万円くらい。えー、ああ、そうですね。そんなにええー。 買わなくなくる、うん、これはなぜかというと一つはですねやっぱり我々年を重ねると動かなくなくるそそもそも活減りますね例えばよくですね我々なんか私なんかもセミナーして、はい、老後何したいですかっていうと、はい、旅行行きたいとかね言った意見って圧倒的多いんですよ。はい、で日本はですねちょっと最近はですねや,ややボケてきいましたけども資金があるじゃないですか。 ねまあね、周りには2期とか3期という人ですけどもです、ね、だから四季いろんなところでその季節付きのいいものを見たいってわれですけども、はい、でも大で体、ねいいね、70度超えてくるとです、ね、いやもう、まあちょっとね、教える立場で先生って言わですね先生ってもう暑いのと寒いの嫌だ <laughs> そうですねうちの母もそう言います気候がいい時だけ行きたいそれで例えば、ね、へ場合によっては旅行行かて2回減っちゃうじゃないですか、はい、まあそういう形でだんだんと世話がわってくるんで実は。 基本的にはですね。でさらに先ほど言ったようにこの差額見てほしいんですよ。はい。六十から六十九の差額、うん、これ見るとこれだいたいですねこのところは四万五千円くらい。うん。七十から七十四の場合はこれで二万五千円くらい。はい。で七十五以降はこれ一万二万円一万五千円ぐらいですよね。これ先ほど最初に見たあ,あの,あの表では不足額は金銭、えー、<方>そのまま金銭に。そうそうそう。 けけるる月これごめんなさい1万5千円さっき2万円ですねこれなんかちょっと増えてるかもしれないけども大体いいそういう感じなんですよ。でも逆にこれをだから積算すると、うんはい、とても先ほど言ったような形にならないってこと 本当ですねちゃんと見ないといけないですね。うん、だそれ考えるとですね、まあ、先ほども言いましたけども2000万円というのは一人歩きしたけれども実際にはこういうデータとかも実際に残念ながらですねあの表紙はみんな取り上げてくれたけどもこの中身は結構取り上げてくれなかったんですよ。<え>これ大体ですね調査で資するだい大体こういう形になってます、ほとんどが。うんうんうん、そうです、ねうん、ただし一方でねじゃあ2000万円みんな準備できているのかと、はい、どうしてもですね隣のですね懐って気になるじゃないですかこんなデータをちちゃっとですね。 これは実は金融広報中央委員会、うん、これが発表してますですね、家計の金融行動に関する世論調査、まあ、これは昨年ものですね、ま、うん、すけども、上段がこれ、2人以上世帯です、ねおですね、こちらが下段の白い方がこれがです、ね、単身世帯と,とまあ金融者見てお分かりのり、まり、あ、50代だといいけど、まあ、60代だと、2人以上は平均でいって、けどもだいたいぎりぎり大丈夫かな、うん、ただし、平均値というのはご常識の通り、持ってる人がすごい上げてるじゃないですか。 だから一般的には平均値よりを真ん中の中央値を見た方がいいと。はい。そうするとやっぱりかなり足りないっていう形がいきます。複数点のこの辺です。一千万円ぐらい違います、ね。じゃあ、違いますね。で、まあ、なぜこういうのもあるかというと、一、はい、つはですね、これ実はですね、金融資産を持ってる人だけの平均なんですよ。持ってる人その一番右はゼロ世帯とあります。まあ、簡単に言うと金融資産ゼロ円。貯金がありませんと。っていう人。それが。こんだけ実はいるんですよ。二割三割。多いところでは四割。そう。 だから要は何が言いたいかというとこれ平均値というのはです,ねすごい持ってるいる投資で言うとよく送り人なんて言うじゃないですか、はい、そういう人もいる一方をゼロもいるから鍋底みたいな人口になっててこってう,になっちゃう見ると日々大変な人も多いなと思うんですけれども深野さん、アドバイスお願いします。あとはどうするか 私はですね、やっぱりですね、まあ、その今、どちらかというと長期積み立て分散とかって、ね、長期投資っていうことは可能ですから、はい、ただし、ね、やっぱり年を重ねてくると、われわれっている金融資産を運用しながら使う例えば投資信託とかをです、ねえー、毎月何口分とか、ね、何パーセント、資産の何割とかっていうのを定率で取り崩していくとか、はい、あるいは定額で取り崩していくとか、いろんなことなんですけども、やはり日本人ってそういう定額で取り崩すとちょっと、億劫なんですよ。 これシステマチック要するに機械的にできる、うん、例えば、はい、個人年金保険っていうのは毎年決まってお金が来るじゃないですかそうですねああいう方が日本人っても慣れてるんですようでそう考えると何かっていうとですねですいわゆる n i、はい、まあこれは今年でですね現行のニーサは終わっちゃうけど来年からは、まあ、最大1800万円になって、うん、株とか ETF にもらってるのが最でうち1200万円までできるんですよそうすると例えばですね、えー、200万円くらい、はい 投資に回しましょう。はい、で配当利回り4%の株。はい、そうすると4%はもろもろストレートに利益入ってくるでしょ。そうです、ね、200万円ってことはかける4%で8万円じゃないですか。はい、ってことを考えると実は2ヶ月ぐらいの不足分っていうのはまかなえるんですよ。確かにそうですね。うんあるいはね、はい、旅行代金もまかないちゃう。1ヶ月5万円不足するとそう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 10万円ぐらいはそうそう行きますよね、はいうん。そういうような形でですね。はい 売り、要するに配当利回りをもらいながら資産を取り崩すスピードを遅くすれば、うんはい、これも資産寿命を伸ばすってことにはなりますよね。なるほどですから、新しいニッサーを使って投資できる額も増えますから、そ,うそ,うそこで。 配当高配当のものを買ってみてはどうかそうそうということです、ね、でさらに再利用できるでしょ、はい、要はです、ね、例えば途中で減配になっちゃったとか、あるいは株価が想定以上に上がったら、今までは再利用できなかったら、一回使ったものは使えないけども、えー、今度も使えるから、かそれを売って、はい、また新たなものに乗り換えるっていうこともできるんですから、それを考えると、今回の新入社っていうのは、その利回り投資なんかをして、はい、いろいろ銘柄を時々って、だから逆に言うと、適宜利益確定ができるっていうのが私、大きいと思うんですよ。確かに それをうまく活用して30を伸ばして老後資金2000万円問題に私はですね対応ししてほいいなと思いますすねねそうで老後、ねうん、資金2000万円問題ちょっとだいぶ大きな誤解もあったようですけれども、はいはい、改めて見直してみたいと思います。はいはい